はい、ハロー YouTube、俺です。今日は思考が現実化するワークっていうのを自分なりに解説していきたいなって思います。最初に思考が現実化するって何なんだろうというふうにすごく思ったことがありましたね。それが自分に関しては23ぐらいですかね、友達が思考が現実化するというね、本を持ってたんですね。そのフレーズだけではなんとなくわかるんですけど、思考は現実化する、思考は現実化する、いや、でもね、果たしてそれってどういうことなんだろう、なんとなくはわかるんですけど、果たしてどういうことなんだろうかっていうことで、自分の最近考えてることの一環ではあるんですけど、ちょっと思考は現実化するっていうのをやってみようっていうのを自分なりに体現していっての成果みたいな、感想ですかね。ちょっとこれ皮が、最近唇がカサカサしてまして、お酒の飲みすぎか、なんかビタミンが足りないんかちょっと気になるんですけどね。仕方ないですね。これちなみに私のこの自画像 JLW2016 って書いてるんですけど、はい、それは置いといてきましてね、思考が現実化するワーク、自分なりの体験談なんですけど、簡単に言うと、思ったことは全部やってみようっていうことですね。しょうもないことでも、今で言うとこの動画撮ってるのが、思考を現実化してちょっとやってみようと思って撮ってるわけですね。はい、うまく喋りきれたらいいなと思ってるんですけど、思ったことはやってみる、つい、怠りがちなのが、これ生産性ねえじゃんとか、こんなのしても意味ねえよ、バカじゃねえみたいなこと思う方がいるんですけど、それじゃなくて意味ないことでもやってみるってことですね。自分でしたら買い出し行くときにね、いつも同じ通りの道じゃ嫌だから、今日こっち行ってみようとか、遠回りでもいいし、こっち俺が行きたいんじゃとね、俺はこれがしたい、私はこれがしたい、俺はこうなりたい、これこうしたいっていうのをやっていく、体現していくんですよね。それは小さなことからこうでっかいことまでありますけど、小さなことでしたら、ただ今日はこっちに何か行ってみたいとかって言ったら、なんかシンクロニシティ、偶然性のものに出会うかもしれない、普段会わない人に会ったかもしれない、探してた店が見つかるかもしれないとかね、偶然性、シンクロニシティが起きたりしてくるんですよね。何かヒントが隠されてるとかね。だから小さなことでもやってみると、ゴミとかもね、最近拾いたいんですよね。いつかやってみたいな、ボランティアじゃないんですけど、この今何ですかね、部屋をきれいにしていくとね、この街が汚いと若干気になってくるんですよね。これもね、結構面白いんですけど、もう街が汚いと気になってくるっていうね。店が汚くてももちろん気になりますけど、そういうふうな思考状態の変化もそうなんですけど、ゴミ拾ってみるとか、あと大きなものになるとね、お金で、お金を使って具現化させていく、現実化させていく、あれ欲しい、これ欲しいっていうのもそうですよね。お金払ったら買えますからね。私で言うと、すみません、ちょっと一人称がね、私とか僕とか俺とかね、最近ちょっとバラバラになっててね、よくわかんないんですけど、例えばこれ買いました。これも言ったらね、単純なことなんですけど、思考が現実化させたんですよね。欲しいな欲しいなと思って、ルンバ欲しい欲しいみたいな、感じで買った。それはお金を使って思考は現実化させたということですね。これとかもね、お金で何かを具現化させるのが分かりやすいですけどね。でもお金なくてもね、俺も書きたいから書いたわけですから、現実化してるんですよね。この絵でもそう、私の思考から、紙を買って、ペン買って、墨汁買って、塗って書いてっていうことでありますからね。で、この思考が現実化するっていうのを何でもちょっとずつやっていくと、あ、思考が現実化するってこういうことなんだと、何でも本来ができるんであるというふうなことが思ってくるんですよね。体現して、自分でやってみて体現して分かってくると、
頭の中でごちゃごちゃごちゃって考えてるものをどんどん物質化していくということですね。物質化、物質化。そうです。それを日々繰り返していくと、まあ、引き寄せの法則じゃないですけど、この願いが叶うようなことっていうのはこういうことだ、こういうことにして具現化させていくんだっていうことがなんか分かってくるんですよね。まあ、恋人とかでもそうですよね。あの子と付き合いたいと思ったら付き合うとかね、例えばね、振られることもありますけどね。だがしかし、この、世の面白いところはね、どう転ぶか分かんないっていうのもありますから、すごく面白いですね。ワクワクしてきますね。だから思考状態ちゃんと整えると、頭の中でぐちゃぐちゃ何を考えてますかっていうのありますからね。思考は現実化するんですよ。だからぐちゃぐちゃ考えてることがいびつなもの、邪悪なものであれば、あなたの世界がいびつで邪悪なものになると。でもこっちがお花畑で幸せなことを考えてたら、あなたの、思考が現実化して、あなたの人生が、まあ、お花畑っていう言い方はちょっと語弊があるかもしれないですけど、お花畑で、ハッピーで楽しくなる空間が作り上げられるということですね。見える景色が変わってくると、軽くなっていくと思いますし、軽やかになって、あんま悩んだりね、苦しんだりするような世界がなくなっていくというわけでありまして、この、思考が現実化するっていうワークは常々やりたいと思ったことは実際やる、小さいことでもいいから実際やる、欲しいものがあったら手に入れると、欲しいものは全て手に入れると、それは物質でもこの 感覚じゃなくて、気持ちですかね、幸せな気持ちを手に入れるとかね、愛を手に入れる、愛とかっていうのもね、まあどちらかというと見えないものであると思いますからね、愛を形にするっていうのもありますけど、どちらかというとこっちの中にあるものなので、感情ですら、現実化する、見えないですけどね、まずこっから、思考して、まあ、言葉に出してもいい、思考して言葉に今出てますからね、とりあえずここから始まると、思考から始まると、で、常々、自分の思考状態に、気を止めて、どういう風な頭の回路してますか、ちゃんとどんな世界があなたの頭の中にありますかっていうことですね。ハッピーかハッピーじゃないかとかね、肯定してるのか、イエスイエスイエスって言ってるのか、ノーノーノーって言ってるのか、それが具現化してきますからね、ということで、なかなか久しぶりにうまく言えたかなって思います。見切り発車にしてはうまく言えたかなって思います。はい、ということで今日も最高の一日になったのかな。はい、ありがとうございます。